はい、皆さんお疲れ様です。本舗中です。今日はこの日産ルークスのこのミラーのネキがちょっと隙間が空いてくる問題を検証したいと思います。これは日産ルークス乗ってるヤーコさんもこれ話してましたね。このルークスのこのミラーのここのネキ、このネキが隙間が空いてきますここということで、この隙間がなんで空いてくるかというと、これこのネキのこの隙間がこれ空いてきてんねんけど、俺も空いてきてんねんけど、これよくよく見たらちょっとアップします。ネキをちょっとアップします。アップしたらこんな感じで、このなんか丸いスポンジがここにね見えるんですよ。ここにスポンジ、このスポンジがなんで出てきたんやろ、ちょっとわからんねんけど、ほんでこのスポンジがあるからちょっとここ浮いてきたんやと思うんですよ。こんな感じに。ほんでまあここのスポンジのこれがなかったら多分これ浮くことないと思うねんけど、そう、ほんでこれずっと下に行けば行くほどまあピターっとなってる。だからまあこれが普通やもんな。これが下からずっとピターっとひっついてて、ピターっとひっついてて、ここからちょっと割れ始めてる感じです。これ割れてるっていうか、これ部品は多分元は違うと思うねんが、この横のこのプラチック、このプラチックが樹脂っていうかな、これとこの中は多分ゴムのクッションパッキンやと思うねん。このパッキンやと思うから、これとこれは多分部品が違うねんけど、何らかの影響でここが浮いてきてます。はい、これが運転席側で、助手席側はこんな感じで、あ、そう、助手席側もこんな感じでやっぱりスポンジが見えてきてますね。はい、助手席側も下からずっとひっついてて、ピタッとひっついてて、ここからちょっと裂けてきてる感じです。やっぱこれもやっぱり見る限り、ここのスポンジが、ここのスポンジ、これが何らかの影響でちょっとこの隙間を開けてるような感じがします。ほんでこのミラーに関してはヤーコさんはもう日産で、対策済みのミラーに交換してもらいました。対策済みやったかな、こうやって浮かへんような感じのミラーにしてもらったんやと思うねんけど、そういう風におっしゃってたんやけど、コメントで書いてたんかな、対策済みって。そう、ほんでこのミラー実際まあ俺がこれ購入した市場のあての日産に行ったら、これ後藤さんどのような対応してくれるんかなと思って、日産の俺が購入した市場のあての日産でどういう対策をしてくれるのか、後藤さんに会いに行ってきました。ちょっとその時の様子は結構わちゃわちゃ感があんねんけど、どうぞご覧ください。どうぞ。これね、でもね、これね、隙間空いてるでしょ。このポチみたいなのは何なんですか？このポチってなってるやつ。これどっかはまるんですか、これ？このポチなの。すいません。このポチってどっかにはまるんですか？何もついてないです。どういうことですか？今これはもうこれ隙間空いてるもんなんですか？そこにさ何も刺さってるとかはないですよね。ゴムが多分引っかかってる、のチョコなだけなんですけど、はい、まあ正直な話だと、はい、プラスチック自身が広がってきてるっていう話ですね。でもここはこれ以上閉まらないということですよね。閉まらないです。そこにネジはついてないですよ。でもこれは元からこれなんですよね。いや、もっとちゃんと入ってるし。でも試乗車も一緒でしたよ。ほんですか？ちょっと試乗車も行っていいですか？あ、いいです。いいですか？じゃあちょっといい。これめっちゃ広がってるでしょ。でもこれが元々なんですよね。
このほんならなんか見えてるポッチリみたいなのは外れてるんじゃなくて元からこれなんですね。ゴム、そうです。あのゴムにの、そっちにちょ両方チョコがいてるんですけど、それにパチってはまる感じですかね、はい、なんていうんですかね。昔片側に穴が開いてるわけじゃないんですね。開いてはないです。あの引っかかって止まってるだけみたいな。なんでなんですか。位置決めみたいな感じですね。反対側にも一応あのプラスチック側にも一応位置決めのチョコが開いてるんですけど、はい、位置決めみたいな感じで動かないようにしてるだけ。じゃあほんなこの隙間は絶対空きますよね。いやこれが意外とみんなクレームで交換してもらえるって言うから。そうですね、結構言われる。やっぱ言われるんですか。最近かなり多いです。でもこれはどうなんですか。結局クレームになるんですか。これは元からクレームになる。あの保証の方で全然交換ができる。でも来てもこれと全く同じの。いや組んだら結構綺麗に、これと同じぐらいのまあこれぐらいにはなると思います。あそこまで広がってはないです。あこれめっちゃ綺麗についてるじゃないですか。これぐらいにはなると思います。あそうなんですか。そうです。あの多少やっぱりゴムなので、はい、あのこっちは多少出るかもしれない。このゴム切ったらええんちゃいますよ。ゴムがというよりも多分プラスチック自身が外に向いてきてるんだと思うんですけど、ね、あそうなんですか。沿ってきてるんですか。でもこれ押してもあんまり変わらないですよ、ね、多分そうですね。多分プラスチックを押すところで、はい、ちょっと何も変わらんですよね。多分こんな感じになると思います。ゴム押し込むと。あ結局ゴムが動くか、はい、こっち側が動くか手前側が動くかどっちかっていう話になっちゃう、はい、じゃあ変えてもらうということでもないんじゃないんですかこれ。だいぶ増えてきてるんで。やっぱ増えてきてるんですか。多分もうミンカラとかいっぱい乗って出てきてると思うんですよ。おそらくもう YouTube でもこれ結構上がってるから。ミンカラって多分言われてると思います。結構対策に多分まだ対策にはなってないんですよ。逆に言えばそう、はい、後々なるかもしれないので、今やるよりも逆にそっちの方がいいのかもしれないですけど。実際でもついてるのはここは関係ないんですよね。ついてるのはどこでついてるんですか。あ、いいですか。社員者なんですね。一応ここです。ここでガッチリついてるんですね。そうですね。多分プラスチックが変形してきてるって言い方はちょっとあれですけど、はいはい、多分出てきてるんじゃないかなと。端取ってボロって取れることはないですね。ないです。今は多分だから全然大丈夫。大丈夫そうです。取れることはないです、はい、取れることはないと。まあここ気にするかどうかだけの問題ですよね。そうですね。ですよね。自動車に関しては初めて知りましたけどいや僕のもこれぐらい空いてるんですよ。元からなのかどうかっていうのは正直わからないですけどね、はい、気づいたらこうなってるのが多いですということです。ありがとうございます。結局これがここにパチンと入るんですね。そうです。これだけです。もう正直これだけなので、はい、もうこっち側も正直何も止まってないんで、ボディ側のもうこれが外れて、まあ、多分浮いてきてるんやと思うんですよ。これが、まあ、多分こう浮き気味になってきてるんやと思うんですけども、はい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 。これでもここうまいことなんかこうひっつくようにコーティングとかしたらいいんじゃないですか。そういうもんじゃ。つけちゃうと、はい、今度はボディとの間がかなり広がってくる。あそうなんですか。広がると思う。ゴムとの間よりもこっち側のこっちに近づけすぎると、この多分ボディとゴムとの間が隙間がすごく広がる。あ今多分もうこんな感じでついてるとか、ゴム側はもうボディに結構ひっついてるんで、はいはいはい、ちょっとこっちが多分ちょっと反ってきてるっていう話ですよね。このプラスチック側が反ってきてる。プラスチック側はおそらく反ってきてるんじゃないかなとは思うんですけど。はい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 。あそういうことですか。これ付け替えたらまた同じような症状出そうですか。いや正直今のところは何とも言えないのが現状ですね。部品変わったとかは正直聞いてないので。はい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 。あでもこれは保証で変えてもらえるんですか。は全然大丈夫です。そうですか。あの3年、はい、もしくは6万キロどっちか早い方で形なので変えてもらえるんですか。交換はできるので。どうしましょう僕の。いやもうもしあれでしたらもう点検の時。あいいですか、はい、じゃあ一回ほんなら交換してみてもらいます。交換していただきますね、はい、お願いします、はい、であの点検、はい、でもしよかったら今月、はいはい、そうですね、はい、お願いします。じゃあまた来たら教えてください、はい、連絡させていただきます。その時点検で、はい、お願いします、はい、ありがとうございますありがとうございます。なんかあのすっきりしました。すっきりしたけどこんなに浮いちゃうもんなんですね。そうです。まあこれ正直ひどい方だと、ねはい、あんまりここまでひどくなって言われたことはないんで、うん、ちょっと僕のも見とってもらえますか。じゃあメカニックの方にも見てもらっておきます。
ットの外側が浮いてきてるんですね。そうです、反ってきてますね。スティックが反ってきてるんだと、はい、なんか反ってきてますね。はい、ですね。じゃあそれここまでひどいのはうちの。ほんまですか。でも試乗車もひどいです。あれも大変だよ。ね、ですよね。はい。まあほんならちょっとお願いします。はい。お願いします。あそこ大差はあるんで。あんま変わんないか、もうちょっとひっつくかぐらい。ほなもう左右じゃあ。ここが剥がれるだけ。結局このプラスチックが反ってきてるってことですね。おそらくそうじゃないかなとは思うんです。おそらく。ですね。はい、ということで、日産でも、今回この助手席側、運転席と助手席側のミラーを、新品に取り替えてくれることになりました。今度は1月か2月に、新車点検、新車の何ヶ月か点検の、なんかメンテナンスパックの時期が来るから、これを取り寄せて、ほんでその時に付け替えますって言ってくれました。これ、ミラー、もしこれ、このように、もし隙間が空いてきたら、保証期間で、交換してくれるみたいです。保証期間か、何万キロだったかな、距離でもあって、それの、保証期間内に、やったら交換してくれるみたいなんで、もし隙間空いてきて、ちょっとっていう感じの人がもしおったら、日産に相談に行ってください。交換してくれると思います。今回試乗の当て点は、もうむしろ俺、今日行ってんけど、もう、隙間空いてるからということで、交換してもらった人もおるみたいです。交換されたミラーもちょっと見せてもらったんで、そう、見せてもらった通り、あんな感じで、やっぱこうパッキン、こう止めてる、この、こう止めてるのが、ちょっとやっぱり、外側のミラーの方が、こう、空いてくるんかな？ミラーが重たいからかな？ちょっとわからんねんけど、やっぱり、こう、離れてくると。そう。そういうことで、まあ、隙間が空くっていうことです。まあ要するに、外側が、こう、開いてくる感じなんかな。っていうことでね、ミラー交換してもらえることになったんで、もし、ルークスで、ルークス乗ってる方で、ミラー隙間空いてきたよーっていう方、いてはったら、一回日産に相談に行ってください。市場のあてのお店の方では、普通に心よく引き受けてくれました。あ、もう、新品に買います、買います、言うて、変えてくれることになりました。よかったです。はい。っていうことと、あと今、日産ルークスが、なんか製造が止まってるみたいです。なんか、エアバッグの関係で、ちょっと今、止まってるんですって言って、ちょっと不具合があったんかな。ほんで、今、製造止まってるんですよって聞いたから、まあ、その不具合もなんとか、こう、改善されて、多分また、製造始まると思うねんけど、ちょっとルークスほんまにええ車やから、日産さん頑張ってください！ほんまに、頑張ってください！本番なんか以上です。ということで、日産ルークス、ミラーの隙間どうなん？これは、ディーラーに行ったら交換してくれるということで決着つきました。はい。以上です。ありがとうございました。以上です。よいしょ。